日本昔話、うぐいしの嫁様。昔、一人の若者がいて、祭りの日に太鼓を打っていた。すると一人のそれはきれいな娘がお参りにやってきた。若者はそれが気になって、そちらばかり見ていたって。日が暮れてきて、祭りは終わった。娘も帰っていく。若者はどこの娘だろうと気になって後をつけていったって。娘のかんざしがちゃかちゃか光ってね。それを目当てについていくと、山の中へ娘はずんずんと入っていくんだと。やぶがあったり木立があったり、でもその娘はひらひらとその中を行く。一体どこまで行くんだ。そのうち姿が見えなくなった。ペカペカと明かりが見えたので行ってみると、まあ見事なお屋敷がでんと立っておる。ごめんください。声をかけるとさっきの娘が出てきて、どうぞお上がり。そう言ったって。道に迷うて。それはお困りでした。お腹が空いたでしょう。ご飯をたんと召し上がれ。若者は夢のよう。その晩は泊めてもらって、次の日も泊めてもらって、夢のように月日が経っていったって。広い屋敷には誰もいない。庭には花が咲き乱れ、裏には13の蔵が立っている。藤鶴で作ったブランコに乗ったり、谷川で水遊びしたり、子供のように遊んでごちそう食べて、二人は夫婦になっていた。ある日、嫁様が言った。用足しに出かけます。寂しかったら裏庭の13の蔵を一つずつ見てください。けれど最後の13番目の蔵だけは決して見てはいけませんよ。一人になると若者は何をしてもつまらなくて、1番目の蔵を開けた。なんとそこはお正月の蔵だったって。そこで一日遊んでね。次の日2番目の蔵を開けてみると2月の蔵だったって。お稲荷様の赤い鳥居の前に子供がたくさん遊んでいる。お面や千代紙やお団子も売っている。次の日は3番目3月の蔵、お雛様。次の日は4番目4月の蔵、桜が咲いて花見であったと。5月の蔵では鯉のぼりがすくっと立って、あやめの花、菖蒲の花、ちまきを食べて。6月の蔵では田植えだったって。早乙女たちが歌いながら植えていく。若者も飛び込んで働いたと。7月の蔵では七夕かだって。天の川キラキラ光ってなあ。フクロウが鳴いてホタルも飛んで。8月の蔵、お盆の迎え火焚いて、提灯下げて、ご先祖様に祈ったと。9月の蔵は見事なお月見。10月の蔵はお祭り。11月の蔵は稲刈りだった。若者もシャンシャン働いて、酒ごちそうになった。12月の蔵はお正月、迎えの用意。松を山から取ってきて、餅もついて。はて、これで1年めぐってしまった。若者は13番目の蔵の前に立った。嫁様はまだ帰らない。開けてはならんと言うた。見てはいけませんと言うた。でも開けたい。覗いてみたい。若者は蔵の戸に手をかけた。ぎー。そこは一面の梅の林だった。梅の花が咲き乱れて良い香りがして、突然ウグイスが飛び立った。巣の中に小さな卵が一つある。手に取ると卵は滑り落ちて、あー。振り向くといつの間にか嫁様が立っていた。
青ざめて悲しそうに言うた。それは私たちの赤ちゃんでしたのに、もうじき私も人間になれましたのに、もうお別れです。ピラッと飛んで、ウグイスになって、嫁様はもういなかった。気がつくと若者は何もない山の中に一人で立っていたと。